真庭市役所の応接室で行われた真庭版 DMO 設立準備会には、行政や観光、銀行や企業などの関係者、そして今回から参加の新城村、およそ25人が参加しました。それでは、さんの報告。真庭市では平成28年度に策定した真庭市観光戦略に基づいて観光地域づくりを進めています。この日の会議では昨年度から2年間この観光地域づくりを進めていたワーキンググループのメンバーによるワークショップの成果発表が行われました。ワーキンググループの座長石賀幹弘さんからは、火山活動によって100万年前に誕生した蒜山三座をテーマに、たった100万年の贈り物、陰と陽の交わるところ、マニワというブランドコンセプトが紹介されました。そして副座長の岡本浩二さんと和田弘美さんから、市外の旅行客に向けた100万年の贈り物モニターツアーを2月4日から2日間、北房のブリーチと蒜山雪恋祭りに行うことが報告されました。このモニターツアーの定員はすでに達しているということです。マニワが一番弱かった海外のインバウンドのお客様をたくさん来ていただこうということがメインにもなっておりますので、来てくださるお客さんにですね、満足していただきながら自分らも楽しんで、おもてなしをするということをモットーにですね、真庭市民の方にもいろいろな協力を得ながら、皆さんと一緒にですね、地域を盛り上げて観光客の方に楽しんでいただければと思います。真庭版 DMO は観光を手段に地域の課題を解決しながら、地域全体をより豊かにする取り組みの舵取り役となる組織で、今年4月に設立予定です。それから